テレ東。韓国で元徴用工らの裁判を支援している弁護団は、日本企業に賠償を求める8件の追加訴訟を起こしたと発表しました。原告はこれまで裁判に参加していなかった元徴用工4人と遺族ら合わせて31人で、日本コークス工業やすでに別の裁判で賠償命令が確定している日本製鉄など4社に対し、1人当たりおよそ1000万円の賠償を求めています。返済を要求、補償を要求、謝罪を要求합니다。그것이없이는앞으로한일관계가정상화로될수없고。弁護団はこれまでに200人を超える元徴用工や遺族などから相談を受けているということです。今後別の日本企業に対する追加訴訟も検討していて、一連の裁判は規模がさらに拡大する見通しです。